今回は、はい、ついに死を消する時が、まあ、死を消している気もするんだけどね。確かに、ね、確かに俺ら負けてるからな、うん、いや僕と見てください、パワーアップしてきた。おお、ほんとなんか怖っ、怖い、フル装備で、ね、しっかり今日は、まあ、前回忘れたもんね。そうそうそう、ちょっと忘れてただけでしょ。ちょっとあのもろもろ事情がありまして、なんか健康が悪い人みたいな、ちょっとボブ少女みたいな感じになってますよ。いやこれが小西郎のシーンの姿、じゃシーンの姿をパックしてきたと。そうです、もう今日はもうライバル鈴木ボッコボコです。おお、なんかその顔で言われると本当怖いな、やだな。ボッコボコっていう。盆栽ですね。はい。このね、小西ローメがしっかり使いこなして、まあ、もうスタジアムでここでもうコロシアム、コロシアムでもうこれ決めてもらおうと。ますよ。決めました。検索でもね、潰し合いがありましたからね。ここでね、たくさん戦いますからね。暴れたいなら相手を。一応3対3ずつで始まる。そうですね。はい。いきなり9人いるわけではなくて、はい、でチームが入れ替わっていくというような形になってます。はい、ブルワイの一味では、まあ、ルフィですね、割と使いやすい、まあ、ルフィをできるだけ温存できるんだ、はい、おっと、この回思って使うのかな、ダメージが取った時に緑の温存を交代してるんで回復するんで、はい、これでは交代を入れながらやります。グラビトン、ね、ああい こう打ち上げからの、しかもおお、ウルトラはですね、かっこいい一撃居合のキャラなので、はい、ずっと刀をしまった状態だと海にかかるんですよ。なんと、うわぁ、これがやばいやばいやばい、これがシーンの実力だぜ。やばい、なんかちょっと今日小西ロメが違うぞ。フラッシュガード、いいね、いいね。これはちょっとちょっとあれですね、お互いにこう去年大ダメージだった。おぉ、おぉ、おっと、あーめぇ、入れて、おっと、やばい、やばい、ルフィが、ここのルフィが、まあ、バージュスはあのルフィのゴリのラムキャラですね、はい、キャラです。おぉ、やばい、おぉ、やばい、バイバル鈴木今日どうしたの、やばい、やばい、投げキャラなのでガードでも防げないんで、ここはちょっと待って、おお、やばいやばい、頑張った、おお、ここはドレスローザのあのシーンをちゃんと再現する能力解放を使うと、はい、ウソクの攻撃が推理性が高い、やばいやばい、接近戦はやばい、接近戦は、そういう時はですね、はい、特殊移動で R1 を押しながらパスを押すと、はい、ウソップの場合は後ろで逃げますね、距離を取り切ってます、いけるんだよ全然全然ねえ、頭に入ってこない、入ってこない感じですよね。ここでおっと、来た、これはまさかの、まさかの限界突破、いきますよ、やばい、でかくなる、あれが来る、でかい、いやー、来たー、やーべー、でかいよ、とっとと、皆さん紙面できっとね、楽しみにしてるから、あーっと、あぶねーよ、あぶねー、そうですね、あぶねー、恐竜の時は、尻尾とダッシュと噛みつきという攻撃が出ますので、おっと、うまく、さすがウソップ、うまく避けてますね、そうですね、ウソップの逃げ足が、ウソップの途中ではこの後ろに逃げるアクションよかった、先聞いといて当たんねえよ、なんか無駄にしたから、ウソップはこういうの時に素晴らしい強いですね、やばい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 、そう負けた、やっぱ真の実力を、まずいな、ルフィを持ってして負けたの結構痛いな、次のチームが登場します、でね、引き継ぎなんですね、そうですね、体力が減ったままなんで、よし、最初、うわーっと、ここで、
相手のコンボをカットでトライバーシストが。よし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 。駆け引きしますね。おお、あっ、あった。ああ、よいしょ。やりました。やばいやばい。こいつね。ナミと。チョッパー、あれ、食らっちゃったのか。よし。ダメだ。バーグが波動の能力ですからね。波動エルボー、ね、バーグは波動エルボーでフリを少ないながら、やーべー、バーグ強えな、どうしよう。今ちょっとはね、味方の体力回復できるスパジ少ないから、ね、あーって言いながら一回やられちゃう。バージェスは直線的な投げの攻撃が多いので、まあ、ステップでうまく倒すのが、まあ、そうですね。回して、はい、周りを見れるというのが、そこらも強いな。おっと、これまた、ドライバーシスト。助けて、助けて。なるほど。よし、やっほー、おお、また限界突破、限界突破、ここで使う一人で倒そうと。おっ、やばい、これ入ってんすか。当たって、なんだこれ、さ、なんじゃこりゃ。うわー、あー、避けた避けた避けた、避けた、危ねー、避けられちゃいましたね。いや、でも一気にゲージがなくなっちゃいました。あー、よし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 、危ねー危ねー。いや、でもね、やばい、でもだいぶちょっと減らされたな。こんだけ削ったらもう十分に。削られたな。削られましたね。おっと、まずいな。またクセモノ、クセモノ、クセモノ揃いですね。クロコダイルロモリア、モリアはクセモノですよ。すごいな。やばい、やばい、いきなり先生の大ダメージ、の大ダメージ、大ダメージを受けて交代しましたね、ちゃんと。おお、おお、おお、やべ、チョッパーは体力を回復させる技を持ってるんですよね。どうやって治療を調合すると回復する。黒足の三次ちゃんと隙を見て、はい、攻撃されちゃいます。ウローはね、これルーに使われてます。ウローはルーの中ではかなり強い手なんですね。でルーム内だと攻撃力はすごい上がるんですよ。で、だけども体力は減っている。捨て身の技です。ガンマン、やばい、これやばい、やばい、おい、ズダーン、いかんいかんいかん、あれ、これおっと、見切ったね。おお、今うまっ。どうやったんだろう。いやいや、いいガードか。シャー、スプラってんのか、やべ、やばい、ちょっとバラになっちゃった。かなりこれは、うわー、やばい、やばい、でもやばいな、今日全然ダメだな、クソ。え、これが真の実力。やばいな、真の全然ダメだな、これ。ロビー、フランキー、ブロックっていう、またクセモノが最後に出ましたね。エリオンです。距離を上げて、はい、中距離の投げキャラみたいな。近づくと、はい、近づくと弱いと。弱いですね。ブロックから、そう、そういう攻撃とか、三角が使える技。だから必殺の技をつなげる。おーっと、どん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 、お、来た、ブロック真ん中だ。おーしろ、ロイヤーガードね、ロイヤーガードですね。攻撃をね、入れ替える。ロイヤーガード使ってきますね。まあ、ロギアガード使えたらもう、はい、お、見せるぜ。お、ここで、ここで、あ、マンキー将軍登場。マンキー将軍ぜー、やばい、ウソップじゃねえか、逃げるの、逃げるのが大変だ。ゲージを減らして、ゲージを減らして、あぶね、逃げろ、逃げろ、レーザー切れた、レーザー
押し込むと、はい、そこを押し込むと、おっやばい、レーザーを発射、発射、外した、おい外した、戻っちゃいました、戻っちゃった、戻っちゃった、外した、ガードだね、ガードをうまく使うのがこのゲーム、そうですね、ガードとステップだったんですね、距離感、フードバンが距離ですね、あポルちゃん、ポルちゃん、ポルちゃん、髪も可愛い、あ、本当だ、細かいみたいですね、近寄らせない、近寄らせない、しんどくなっちゃった確かに、やばいやばい、見ちゃいました、チーターお願いしますね、うん、こういう時は R、 あおお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 おなるほど、入らないわけですね、なんでそういうことですか、外が削れるので勝手に体力取りますか、フードバンでフードバンは L 割る丸ですね、うん、あれ違う違う違う、 L 丸 L 三、あこれですね、フードバン、よしよしよし、あーやばい、オッケー、やばい、おっと、あーすごいな、おーやばい、おっと、あーロビンが、おっと、今度は最後のことにブロック、おっとっと、おーこれで相手を止めてコンボ入れてください、あーあぶねー、ここであれはガードの、あれガードのできないですか、ね、これこれは、いやここでモリアはまさかの、まさかの、あっ、あっ、ブルックも使った、ブルックも使った、おーおーっと、シャドウズアスガルドだ、いやー、おー、でかくなりました、でかくなりました、やばい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 、まずいまずい、いやー、全然ダメだ、ちょっと、おー、ボコボコにされる、まずいまずい、逃げて、しゃあ逃げて、おお、聞きません、これ本当に普通にあれ物語本当に再現してる感じがありますね、いろんな技が、よっしゃー、これもう一回、あれ、今週の目押しちゃいな、押しちゃいます、もう一回、あー、あー、やばい、ボロ負けしちゃった、イエーイ、すいませんね、ちょっと弱すぎちゃってね、ナソルメクマにちょっと、ね、ナソルメクマと、はい、小西のようがさっき使えなかったん、ね、で、ね、見れなかったスモーカーキットジンベをね、ぜひ皆さんに紹介したいなと、はい、はい、お願いします、ボッコボコにしよう、いや、ボッコボコにしてください、ボッコボコにしてやる、でも俺すっごい上手くなってる , 笑えるのか、笑っていいのか、謹慎だったりしないか、いや、大丈夫ですか、笑ってください、はい、おーだー、電磁攻撃をマスターしてる、マスターさっき言ったちょっと癖を読まれちゃったんだ、さっきのレンジ攻撃、いや何一つ今解説ができないなと思いながらちょっと二人二人ちょっと喋りながらガチンコでそこで やりすぎないで、あーイエーイ、ロギア強いな、ロギア相手にはやっぱり覇気を持ってるキャラでないとなかなか厳しかったりするんですか、いやでもそんなこと達人だってやれば、はい、大丈夫ですね、まあ、やっぱりゲージがあるから、まあ、ずっとロギアでいられるわけでもないって思うんですよ すね、あそれ今のあれですね、そのステップでかわして後ろ回り、おー、コンボ、コンボイエーイ、さっき編み出したコンボコンボイエーイ、よいしょい、回り込んで、そうですね、攻撃に対して、今のがあの僕が多分あの避けると思って出した範囲攻撃ですね、本当に何でしょう、戦略がかなりありますよね、相手が何をしてくるかっていうことを考えながら、先ほど見て今のをかわして、そうですね、そうですよね、いい
まあ、真正面から行くだけでなく、まあ、攻撃の選択肢がいっぱいあるってことですよね。そうですね。さらにね、ロギアやったり、覇気やったりっていうところも考えながら。わぁ、ロギアガード、ロギア。あぁ、うぉ、クロスガード。完全に今の反応、狙って出した感が全くなかったですね。よっしゃーって感じでしたもんね。よっしゃーって言っちゃいましたもんね。思わずよっしゃーって言っちゃいました。完全たまたま感が溢れる。いや、そんなことないです。出したガードでしたね。おぉ。オッケー、さっきから2人、あの完成しか喋ってないですからね。いやもう自分でも何出したの、単純にプロデューサーのオプションみたいになってますけど、確実にゲーム実況者にはなれない形だなっていう感がある。これはよいしょ、よいしょ、やべえ、うわー、やばい、やばい、あ、やばい、使っちゃった、使っちゃった。こういうね、こう交代をね、溜めとかないと、こういうふうに溜めとかないとゲージ溜まってたのに。でも、でも相手のやつも使わせたっていうことですね。そうですね。体力の少ない人とお互いなんか、おぉ、やばい、崩したのに、いや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 、キットはね、キットがどんなことやるのか知ってみたいですね。キットは腕を、腕をもう一回リングつけて、そうすると、おお、でかでか、こういう風に、こういう東京が出たら、こういう飛ばす、はいはいはい、遠距離がかなり強いと。あ、やらさ、あれ、食らった、すいません、無理やりなんかやらせる、食らってあげようと思ったら、これはもうリッチで、指投げます、超新星対決、おお、うまい、倒した、あっしゃー、クラッシュできない。よっしゃ。ゲージ残してのかよ。ダイエイ。相手のことゲージもしっかり見ておかないと。そうですよね。何を出してくるかっていうところがね。ルフィは。おーおーおーい。おお。素晴らしい。簡単にやられないよ。エンタル攻撃があるのとないのに全然違いますね。そうですね。ルフィは攻撃が広い。あ、たまった。おーしょー。さあ大逆転だ、来た来た、やべえ、最後の大逆転だ。やっぱこのもうでっかくなったりする系のやつはもうこれになるとかなりやっぱり強いんですかね。そうですね、もうこれで大逆転だ。アダオエパイソン、うおーおリノシュライダー、全然ガードも効かない感じなんですかね、あれが、リノシュライダーガード、ただまだオエパイソンは、はい、おーやったー、削られしまった、削られてしまった、やばい、ちょっと今日今日の目をなかなか調子いいんじゃないですか、白熱のバトル、そうでしたね、ご紹介できたというところで、はい、印象ね、いっぱいいろいろキャラ見せられましたね。そうですね、はい、じゃあ予定通り次ですね、次、はい、次まだまだあるんでしたっけ、まだあります、まだあります、まだ見せないところがありますから、ね、なんと次は、次はですね、はい、今回初回封入特典を、はい、我々こうたくさんつけてて、はい、ナミの水着とか、そうでした、ロビンの水着とか見たい、それ見たい、韓国の水着とか、はい、ペローナの水着とか、水着とかただの水着いっぱいあります、いっぱいでしょ、どんだけ水着押すんだって、はい、初回特典で基本全部手に入る、手に入りますね、はい、さらに V ジャンブックスも一緒に買うと、とコアラの水着がついてくる、どんだけもう男がずっと水着を連呼するブービーになってますよね、後で会社で怒られないからね、そうです、少年誌、少年誌、ワンピースはそういう漫画じゃないですよ、はい、とね、はい、じゃあ次回はそのバトルをお見せしたいと思います、はい、4月の11日ですね、はい、週刊少年ジャンプ19号の発売日になりますね、はい、はい、じゃあ皆さんお楽しみに、楽しみに、バイバーイ。Vジャンプチャンネルご視聴ありがとうございます、ありがとうございます、チャンネル登録はこちらからお願いします、スマホの方は概要欄から、よろしくお願いします。